さあ、ロードシルクチャンネルへようこそ。シルクロードの個人チャンネルでございます。本日の動画はですね、さあやってまいりました、この1ヶ月、毎週やろうと思っているですね、週に1回のシールド開封でございます。ポケモンカードの絶版ボックスシールド V をね、まあこの1ヶ月は毎週ね1回開けようと、そういうね企画が走ってるわけなんですけど、今ね、2ボックス開けて次、3ボックス目になります。だからね、まだね、お目当てのものは出てないという状況です。この企画はそもそもこの1ヶ月間でシールド V から、マリーっていうね、 SR マリーっていう女の子のサポートキャラを引こうぜっていうね動画なんですよ。トップレアです、もちろん。で、まあこのカードね、効果も強くてすごくね人気があって、1枚ね十何万する、そういったね、カードなんですけど、まあめっちゃ俺欲しくて、地引きがしたくてね、シングルで買うんじゃなくて地引きがしたくてちょっとねやってるって感じなんですけど、まあ前回前々回と、ちょっとまあ引けず、まあ惜しくもじゃねえな、全然惜しくなかったんですけど、全然出なかったんで、まあ今回ね3回目になったということでね、3ボックス目ちょっと開けていきましょう。こちらになります。シールド V、開けましょう。まあちょっとね、なかなかに難しいし、マリーを狙うっていうのはね、今までほんとポケモンばっか出てるし、まあほんとグッズが1枚、クイックボールの UR が出たことあるんですけど、それ以外はなんと、ほとんど、ポケモンと。ここからサポート引いたことないんでね、まず、サポートを引きたいなと思います。こっからマリーのね HR とか出たら、それはそれでね、テンション上がるんだけど、目指してるのは SR です。じゃあ開けましょう。開けましょう。よし、開封完了。はい、よいしょ。さあ、入ってますね。それでは、開封していきましょう。まあ、なんだろうな、ある種、少しね、恐怖感があります。また、イエスさんが出るのではないかと。ちょっと怖がっております。そろそろマリーを聞きたい。これは本音です。もうなんか、下りとかじゃなく、ちゃんと本音でぶつかれます。本音でマリーが欲しい。まあ、やっぱね、このボックスを買ってる目的なので、やっぱり欲しいっすよね、マリーは。で、僕もね、ポケモンカード始めて、やっぱこう、どのカードが一番最初に強い印象を持ったかな、それやっぱマリーだった気がするんですよね。ポケモンとかじゃなくて、相手にマリー使った時の嫌さ、それがね、ポケモンカードやってて結構俺の体に染み付いてるんで。で、揃いました。それではね、ちょっと見ていきましょうか。3ボックス目見ていきましょう。さあ、トレーナーを引きたい。トレーナーを引きたいぞ。もうマジでマリーが引きたくてしょうがない。モルペコボイマックス、エール弾の下っ端とかもあるからね、ちょっと怖いね。クイックボールいいですね。ザマゼンタ、さあサダイジャ、エール弾の下っ端、これこの子の SR とかもありえるから。エール弾の下っ端はほんとマリーに比べて全然当たり枠ではないです。さあナビフット、ダイオード、さあエースバーンが出て、そろそろ多分イエス 3V が出てくる頃だと思うんですけどね。あ、モルペコだった。モルペコ。イオルブ。そして、何の SR 弾けるかな。カビゴン。はい、カビゴンね。いつもこれ序盤に出てくるんだけど、今回中盤に出てきましたね。なんか、イエスさんじゃないオーラがあるぞ。さあ、カジリガメとかね。カジリガメそういえば僕結構あれなんだよね。スカバイの時に序盤に結構使ってたのはこの子。耐久力があってね、意外と強かったんですよ。アクアジェット覚えてた、それが強かった。ラビフット、ハリーセン。スナイビモスの不思議な雨、いいですね。ヤリユータンも強かったね。でもね、俺ヤリユータン使うの苦手だったんですよ。このカードもね結構ガチデッキに入ってて、当時ね、ヤリユータン、このねサルジエっていう技があるんだけど、これが強くて、自分の番に1回使える、自分の手札を1枚選び、山札の上から、俺が知恵なかった。まあ1回ターン中に使えて、まあ自分の手札を1枚選んで山札の上のカードと入れ替えれるっていうね。だから確定でなんか、こう、持ってきたいカードとかを、サーチできるみたいな感じですかね。ヤレユータンとね、ガッツのツルハシとかを使うと、要はエネルギーを、まあ、なんだろう、つけやすくなったりとかしましたね。ヤレユータンは結構ね、プレイングスキルが要求されるカードだったんですけど、まあ、強かった。イオルブ。さあ、サポート、マリーちゃん、頼むよ、ほんとに。この上のね、トレーナーズ、サポートっていうこの枠が見えたら、SR でそれ確定したら、エールなんかマリーなんですよ。頼むよ。頼む、ほんとに。今回はなんだ ?UR だったらクイックボールなんだけどね、基本的に多分。はい。ドサイドン。さあ、WR かな、後ろにいんのは。メタル操作とかありましたね、これね。このカードも結構強かったんだけどね。まあでも、鋼デッキあんまり、なんか流行んなかったというか、あんまり俺は見なかったな。困ったな。ほうほう。北闇並。夜のずく。お、SR 後ろにいるな。SR 後ろにいる。なんだろう。はい。
ッジボール。このランタンの後ろか。違う、もう一枚。ヒバニー、ヒバニーの後ろ。あ、違う。砂蛇。これの後ろかな。まだだ、全然違うじゃん。ハリーセン、これの後ろっすね。これが SR 枠だと思います。だから UR だからクイックボールではないと、うん、UR 枠ではないんで SR は確定してると思います。だから HR でもないと思う。ええサポートだ。えトレーナーズサポート。英雄団かマリーだ。マジ待って、鳥肌やばい、鳥肌やばい。え本当に、いやマリーかも、マリーかもしれん。エール団かマリー、どっちか。やばい、頼むぞ。前々回、第1回はイエス 3V 心配り、第2回イエス 3V 心配り、色紙にも書きましたよ。イエス 3V 来るなら来いと。イエスさんじゃないです。心配りが2つ合わさってマリーを呼んだ可能性があります。頼むぞ、いきます。せーの、きたー。うわ、マジやん。きたー。うわ、マジやん。うわ、引いた、自力した。うわやばい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 、出た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 、こちらです。うわやばい、しまった。あーちょ、ごめんごめん、色紙が落ちた。ちょっと、はい、え、ちょっと速攻スリーブ入れよう。きた、入った。皆さん、なんと第3回でマリー引けました。うわぁ、よっしゃー、初めて、サポート引いて一発でマリー、やった、嬉しい。うわマジで嬉しい。いや引いたわ。こちらです、こちらがシールドマリーでございます。いろんなね、 YouTuber だったりいろんな開封系の人が追い求めているマリーちゃんです。まさかの地引きできました。うわーやべー。マリー、お互いのプレイヤーはそれぞれの自分の手札をすべて裏にして切り、山札の下に戻す。その後、自分は5枚、相手は4枚山札を引くと。マリーちゃん引きました、やったやったぞ。ということでね、この度、この1ヶ月、シールド V、開けたらマリー引けんじゃねえのか、検証結果、引けました。企画がやっとなんか成就したというか、なんつんだろう、この、いやなんだろう、ちょっと嬉しすぎてちょっと言葉が見つかんないんだけど、いい企画になったわ。このね、あの1ヶ月間シールド V 開封、ちょっとあの結果見ますか。こうなっております。ちょっと面白いけどね、見るとイエス 3V、 イエス 3V マリーです。いやー巡り会えたね、あんた、ようやくだよ、ようやく引けたよマリー。 SR、 これね HR であってもおかしくなかったんですからね。他にもヤミラミ、コータス、カビゴン、いろんな SR がありましたけど、ここに来てエール団の下っ端ではなくマリー引けました、やった。諦めなければ勝つということが分かったな、よし。はい、ということで1ヶ月間、絶版ボックスシールド V、開封したら何が出るのかと。マリーちゃんさすがに出るだろうと。出ましたね。うわこれはマジ PSA にちょっと鑑定してもらおうかな。正直ちょっと諦めかけてたところはあるけど、いやマジで嬉しいわ。ということでこのボックス未開封からね、マリー引けました。思い出深いカードでもあるしね、本当にサポートキャラで高いカード何ってその当時言われたら、やっぱマリーじゃないみたいな、ちょっと憧れだったところはあったんでね、マリーをこうやって地引きできて嬉しいです。やりました、引けたね、嬉しい。はい、ということで一応ね、ここでこの1ヶ月間シールド V をね毎週開けるという企画自体は終了になります。ですけど、まあ一応ねワンボックス残りあるんで、また何かの機会に、もしかしたら来週もね開ける可能性はあるんですけど、まあ、そしたらその時にね、いやどうする、またマリー出たらイエスさんイエスさんマリーマリーだとやばいよね。ということで、まあ第4回、まあ上げましょう。シールド V あるんで第4回も上げます。第3回でまさかの当ててしまったんですが、いや嬉しいわ、マジで嬉しい、マジで嬉しいわ。企画がなんかしっかりと成立した感があって嬉しいです。はい、ということでね、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。そしてね、本当にシールドマリー全然出ねえじゃんみたいな、マリー全然引かねえじゃんって人、ようやく引けましたんで、もういじるのやめてくださいということで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。第4回もね、まああると思うんで、ぜひともご覧くださいということで、それではよっしゃー。